十勝の美味しいものを求めてチャイ編集部が行くお出かけスイーツ部。2月号は住宅街にひっそり佇むカフェシャムス。いらっしゃいませ。特別なことは何もしていなくて、チーズケーキは私が好きなスイーツですとさらりと話すのは、サロン併設のカフェシャムスのオーナー越後美穂さん。謙虚な言葉に反して素朴な手作りの味を求めて口コミでファンが広がっています。今年の3月に移転オープンしまして、住宅街の中なんですけれども、ひっそりと営業しております。サロンの方と併設しておりまして、サロンではまつげエクステ、ヘッドスパなどリラクゼーションのスペースとなっておりまして、カフェの方はイートインもでき、またお持ち帰りもさせていただいております。チーズケーキは私が好きなんです。スフレのようなあまり軽いチーズケーキっていうのはうちは焼いてなくって、主にですね、ケーキ一つでも結構お腹いっぱいになるような濃厚なずっしりとしたものを目標として作らせていただいております。オレオクッキーチーズケーキ、キャラメルチーズケーキ、ラムレーズンチーズケーキ、ショコラチーズケーキの4種類です。ほとんどのチーズケーキ、うちは薄力粉っていう小麦粉を使うんですけれども、小麦粉なしだったりだとか、あとナッツ類、あと牛乳、乳製品ですね、そういったものを一切使わない、オーガニックのケーキだったり、あと今結構ビーガンだったりベジタリアンだったり、そういう方たちも多くなってきてる中で、そういう方たちが結構スイーツ食べるものがないっておっしゃる声が結構あるんですね。なのでそういう方たちにも美味しく食べていただけるような、そういうようなケーキを一つ一つ考えながら作っております。ナッツ類が詰まったチョコレートブラウニーはワンカット400円。カフェスペースは12席あり、クッキーやスノーボールなどが揃う焼き菓子は動物や花などの形がとってもキュート、子供にも人気です。焼き菓子は主に本当に手作りのお菓子という形になるんですけれども、日々ですね、お客様が飽きることなく毎日、試行錯誤しながら変化を加えて一応焼かせていただいております。型マニアで、美味しいクッキー、いろんな丸い形や三角の形、あるんですけれども、お子さんも結構いらしていただけるんですね、お店に。なのでお子様も喜んでいただけるような動物の方や大人の方でも喜んでいただけるような可愛いお花の方などいっぱいありますので、その都度イベントなどでのもお使いになれるように、ご要望にお答えできるようにたくさんの方も用意してますので、はい、よろしくお願いします。箱も何種類か用意してまして、用途と金額に応じてお菓子屋の詰め合わせご用意させていただいております。当店はですね、このように住宅街にありまして、結構皆様道に迷われながらも一生懸命来店していただいてるんです。そんなお客様のですね、気持ちにお応えできるようにスタッフ一同ですね、毎日毎日手作りでお菓子を用意したりとか、あとランチもやってます。そういうもののテイクアウトなども考えてますので、ぜひ皆さんお気軽にお立ち寄りください。プチギフトやお使い物としてもどうぞと越後さん。カフェやテイクアウトだけの利用ももちろん OK。 住宅街を探して行った先で贅沢な時間を楽しんでみてはいかがですか。